まあ、これはね、まあ、オタクだとね、好きなキャラクターとか、書くときにさ、やっぱそのキャラクターに思い入れを持つっていう意味で、キャラクター設定を考えながら書くっていうのは、まあ、大事なことなんですけど、それ僕が思うことではなくて、見た人にそれが伝わればいいので、そう思ってもらえるように書くことはありますね。まあ、もっと言うと、同じ絵でも、設定って後からどんだけでも載せれるし、それによってそのキャラクター性って変わってくるので、まあ、絵はただの絵です。で、そこから先に何か、はめ込んでいく、設定をつけていくのは、まあ、こっちがやるっていうよりは、お客さんがやることだったり、クライアントがやることなので、僕はあんまり気にしないですね。どうでもいいです。